4式 40cm 分針砲とは、第二次世界大戦末期において、大日本帝国陸軍が使用した、合計 400mm のロケット砲弾である。4式 40cm 分針砲は、第二次世界大戦の末期に、日本陸軍の技術研究所において、研究、正式採用された。比較的低コストで生産がたやすく、発射時に、 玉からだが先導して安定するため、迫撃砲よりも弾着が正確という利点があった。最初の部隊は1943年に本砲を装備した。少数の部隊が妖刀の戦い、沖縄戦に実戦投入された。本砲は砲撃陣地を構築するのが容易であり、連合軍の日本侵攻作戦に対抗する決戦兵器として取得された。 少数生産された砲弾は本土に配備された。木製の発射台や斜面から直接発射できた4式2 0トル分身砲と異なり、4式4 0トル分身砲は特別に設計した木製の発射台を必要とした。試作研究段階では金属製発射塔が装備されたが、鉄の枯渇から発射塔を配備するのは断念され、現地部隊で、 制作可能な木製の発射台を用いて発射した。発射台の総重量は 200kg である。照準器は、工程、方向ともに簡便な木製のものを用い、精密な方向指示用に、見る表示の刻まれたメモリー板を付加した。工程調整には、重り付きの糸を垂らして、延直を図った。方向照準は、照成消紋式である。射角は一定で45度とされた。 96式電気門管による電気発火、または96式摩擦門管による摩擦発火によって水薬に点火した。電気箱はバッテリーの収められた木製の箱であり、安全、点検、発火の切り替え装置がついていた。発火電流は3 0 0ンペアであった。分身用水薬は中央部に穴を開いた筒状のもので直径 47mm。 合計1 0ト、mm、ル、全長6 5 0ト、mm、ル、重量1 7 8ラムである。これを37本団体内部に収めた。水薬重量合計は6 6ラムである。成分はニトログリセリン27%を含む無塩薬である。砲弾は射程変換器を備えている。構造は摩対側型に設けられた4箇所の噴気口から。 噴気ガスを逃がすもので、この面積を規制らで調節することにより、玉底から噴射される、ガスの流量も制御される。これにより、射程を調整した。噴気口は幅2 0ト、mm、ル、長さ最大6 0ト、mm、ルである。噴気口を全閉とすると飛翔速度微要速2 2 0ル、噴気口を全開すると飛翔速度微要速1 5 5ルとなった。 射程は最長4000メートル、最小2000メートルである。砲弾団体は安定翼がなく、代わりに玉底に設けられた44ミリメートル系の噴気口6箇所から燃焼ガスを吹き出す。噴気口には25度の角度がつけられており団体が右回転する。ロケット弾が右へ先導することでジャイロ効果が付与され弾道を安定させる。現存する写真では、 射撃時の噴煙と衝撃が発射台周辺を広く覆っている。速砲20メートル、後方40メートルを危険回とし、射撃時には人員をこの範囲から遠ざけた。発射時の爆風で位置を暴露しやすいのは、ロケット砲を装備した部隊の共通の欠点であった。新艦には百式二度、鎖工使用した。この新艦は、着発と遅延発火を選択できる。 連続発射すると発射レールが消食されるため、これを付属のカンナで削って調整した。作薬量は 98.28kg で 250kg 爆弾級の充填量である。ありがとうございます。